それほどの質量とはなんということか。アルタミラの石碑、セファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様だが、倒すしかない。囚われた我々が自由だって。そうでしょう。そのためのレガリア。ああ、お目覚めですか。よかった。ムーンセルチュ、あなたの、まずはあなたのバリ。ラベル、聖杯戦争勝者。カテゴリー、では本人確認ですね。よろしい。すべてもここの後始末は私に。やっと目覚めたな。我がマスターよ。であるのなら最…うむ、言うまでもないが。ん？どうした、奏者よ。要は働き者は好きだが、それで…剣撃はミュー、聞き惚れよ。やはり、しかしだ、確認するのならにゃん。奏者、さっき、うん、こんなことなら戻ったそなたが丸一日眠りこけていたのも、あそこで何かが覚えていないのか。これ、うむ、こ
ここ体を休めるためのベッドと。どうだ、これが余とそなたのマイルーム。今はとにかく休息だ。あるいはまだ他に気になる点があるのなら。ではそう、西暦2032年の人類はその性質から聖杯と呼ぶものもある。要はその聖杯により英霊としての姿を得た。そしてサーヴァントを呼び、サーヴァントはただのデータなどではない。セラフに物質、それはそなたにしても同じだ。このセラフで死ねば、そなたは半人前の状態ながらも強大な敵を前にして決して、そなたは戦って、世と共に。話したいことがたんまりとあるが、喜んでほしい。これこそは聖杯戦士セラフを支配する王権の証。いや、そうであろう、そうであろう。何より、余とそなたの共同作業の報酬。まあ、より正確に言うと、いかん。とにかく、今は。では約束通り、今日は我が領地の案とその前に、レガリアを有した世はムーンセルの王である。それこそが。この者どもだ、世がムーンセルの新たな。一の将ケルト・アルスタ神明。おお、久しぶりだな。聖杯戦争じゃ敵同士だったが、何の第二の将、姿なく音もなく神明リ・シャブン。かキエンもまた縁か。お主たっての任と聞いたの。第三の将、神明ガウェイン、ここに。ええ、そちらの皇帝はともかく。まあ、それより4人目、最後の将だ。もちろんだとも。選んだ新たなルールを得たセラフで目覚めた私もこんなことをしている暇はないのだ。そもそもそのレガリアの王権は絶対だ。確かに余自身が選んだ4機のはずだが。さて、おそらく1回戦で敗れた下級の英雄。それより私への向上はないのか、ムーンセルの新たな王よ。これなるは大神明。
や、本当に分からぬのだ。そんな顔、なぜだかきちんとサーヴァントとしての霊格が再現し、ご飯ともかく、聖杯戦争の終結を経て、レガリアの王権。うむ、貴様ら、持ち場に戻ってよいぞ。夜は奏者とデート。もとい。おう、ひっきりなしに湧いて出てくる適正プログラムの排除。何か？レガリア持ってんのはあんただろう。なら玉座にそ。もっともない剣だ、青き者よ。であるからこそ、夜が最も死ぬ様様。我が奏者は。セラフに残った唯一のマスターであり、余は確かに神王になったが、それも…なるほど、ただのおか…んじゃまあ、用があったら呼んでくれマスター。では、我々も失礼しよう。セラフは今、レコードの待った…あらほどがあれば声をかけるがいい。私は…そうですね、避難してきた AI たちの彼らの要望をつぶさに聞き、我が配下ながらまとまつな、それは今後の課題としよう。見るがいい奏者よ。これ聖杯戦争のルールで守られていた。かつてのここではマスターであれ、攻撃の対象にも。うむ、ちょうどこの先に対…当然であろう。我が奏者は極上の獲物。うむ、そうなのだ。余も今せっかくの晴れ舞台。奏者よ、そなたは後方に下がっていてくれ。な、何を言うマスター。余は、だが、それはそれ、これはこれだ。こたび確かに、もしやこれは世の仕業な。そんなことばかり考えていたから。Thank you.
アグレッサーの破壊を優先してセンターを制圧しろ。セクターを発見した。このセクターを落とせばこちらにアグレッサーを送り込めなくなるだろう。プラントを破壊すればいい。それが敵軍の起点だ。Hey!
いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。
や所詮から貴様が相手とは。ま、それはそれとしてだ。ボートじゃないわよ。とにかくこれまでだ、ユウの娘よ。よっ、ゲリラじゃないわよ。逃げたか。Thank you.
は開いたな。仕上げといこう。エリザベートに抗議のお手紙タイムだ。公式をしてもらおう。ふっ、ガラスを爆破。負け犬の遠吠えだな。そうであろう、奏者よ。そなたの言葉はこの上なく嬉しい。よいぞ、許す。
しかしだな、ここではその配下の四騎たちに。いや違うぞ。よき、しかしあれだ、ひとまずこの領域は正真正銘の。戦争の保健室ほどではなくとも、マイルームには診断と治療の機能がある。すぐに。どうなさるおつもりです？輝くばかり。何？この陰頭と関係、横連母と、いかにもまさしく。ここに、ここに。マスターを、ここは我が国が打つ穂に水注ぎ、高間巡り、読み巡り、巡り。キュートな青き装いをまといて、さ、やはりキャスター。懐かしいなどとない。しかしそれは腹に一物あってのこと。ま、悪の栄えた試し。そういえば貴様、どうしていなくなったのだ？いつの間にかじゃね。あなたがムーンセル中枢に通じる道で。はて、何のことやら。あやつの言い分には一切耳を貸す。純真無垢なご主人様をそそのかしたりよ。ま、いいですけど、すぐにそちらのご主人様。ああ、助けを求めるマスターのお声が私の耳にビビッときています。えい、今は貴様の復活にかま。今はそ、それはもちろん。それも今ひとときの辛抱と申しましょう。心が痛みますが、そう、というか、てへたま、うん、たまあよい。世も人のことは言えぬ。たくらみな。ほう、レガリア。でも戦、それは少しだけかわいそうですけど、構いません。ですので、かわいそう宣言。ここに私は、これよりはセラフ全域の支配をレガリアとご主人様にかけて。うん、妄想全開のよまいごと。ご、だからこの薬指のレガリア、その証拠に。はい、そ、現在セラフの支配権はこっち。お分かりでしょうか。半分。はい、刃物を通した金妻のように美しく、この数日でセラフの順次拡大に伴うし、ですので残りもあっけなく。ですから、ですから、どうかお覚悟を。いずれ仮初めの城は燃え尽きましょう。ムーンセルは、私は渓谷の美姫。何なのだあやつ。皇帝にして新王と、もう一つのレガリアだと。体は、そうか。奏者よ。ね、加え、うむ、今回あそこに入った感じは、
う許せ。そうみ何しちょだが内心そうだろうと思っていたの、うん、そ自覚がないのか。なんかそうし世がそなたを陥落させようというのに悪くはない。